2008年6月1日に国道57号線沿いの阿蘇駅前に道の駅阿蘇が開駅しました。開駅式は看板除幕式で始まり、80名ほどの来賓の方々が出席する中、市長の挨拶、事業経過報告、感謝状の贈呈、来賓祝辞、テープカットが行われました。道の駅阿蘇は阿蘇湖郭を正面に望むという優れた景観を生かす空間として、阿蘇に自生するコナラ島を植栽し、四季を感じる演出やその木々の間から風景を見せる工夫などが施され、駐車場は障害者用が2台、大型車用が9台、小型車用が69台、合計80台分のスペースが確保されており、24時間対応の屋外トイレや授乳室があり、隣接している阿蘇田園空間博物館総合案内所では特産品展示販売や無料休憩コーナー、案内所コーナーなどもあり、観光案内はもとより地元の人にしか知られていなかった耳寄りな情報発信を行い、阿蘇の素晴らしさを体験してもらえるようにサービスの充実を図っていくということです。